史上最高の UFO 写真の撮影者をついに発見。ようこそ、ナビゲーターのルカです。史上最高の UFO 写真として名高い、通称カルバイン UFO 写真。しかし、その撮影者に関しては一部の情報が残っているのみで、本人の証言など詳しいことは一切わかっていませんでした。事件から30年以上経った今、ついにその手がかりが突き止められました。今回はこの世紀の写真にまつわる新情報をご紹介します。謎の撮影者が見つかった？史上最高の UFO 写真として有名なカルバイン UFO 写真。それは1990年、スコットランドの高地カルバインで撮影されました。そこに写っている奇妙な菱形の物体と戦闘機については、ご存知の方も多いのではないでしょうか。その真相は現在も謎のままですが、ここまで鮮明な UFO 写真は過去に例を見ないと言ってもいいでしょう。イギリス国防省 MOD が機密扱いとしている背景から様々な推測や陰謀論が飛び交っています。その真相を探ろうと、これまで多くの人物が撮影者へのコンタクトを試みましたが、スコットランドピトロッホリーのホテル従業員の男性2人という情報だけで誰も彼らの足取りをつかむことはできませんでした。ところが、2023年1月、事件から30年以上の時を経て、シェフィールド・ハラム大学の准教授で、カルバイン UFO 事件研究の第一人者であるデビッド・クラーク博士が、ついに撮影者と思われる男性を発見したと発表したのです。クラーク博士によると、写真の裏面に記されていたリチャード・グリーブという名前から、本人にたどり着いたということです。まず、名前の主が、1990年から1991年にかけてピトロッホリーのホテルで料理人をしていた男性であったことを突き止めると、当時同じホテルで働いていた従業員から様々な情報を入手しました。そこで明らかになったのは、撮影者はフォルカーク出身の当時21歳のリチャード・グリーブ氏であったということです。写真を撮影して間もなく、彼は故郷へ帰ると言い残しホテルを退職しました。そこでクラーク博士は、フォルカークという地名と男性の名前と年齢を頼りに、撮影者と思われる人物を探し出したのです。やっとの思いでグリーブ氏にたどり着いたクラーク博士でしたが、男性の証言は想像とは違うものでした。彼はスコットランドのホテルで働いていたことは認めましたが、カルバイン UFO 写真については見たことも聞いたこともないというのです。それどころか、スコットランドにいた当時のことはよく覚えていないというのです。当然、一緒にいたとされる目撃者についても証言は得られていません。史上最高の UFO 写真としてここまで有名になったのに、なぜ撮影者は名乗り出ないのでしょうか。その背後には公開できない何かが隠されているのではないかと考えられます。クラーク博士は、本人が覚えていないと主張するからにはそれ以上詮索はできないとしていますが、事実を公表することでもう一人の目撃者が現れることを期待しているようです。カルバイン UFO 写真の消息。クラーク博士によると、カルバイン UFO 写真は1990年8月4日に撮影されたものです。先述の通り、スコットランドピトロッホリーのホテルのシェフをしていた男性が撮影したものとされています。サマータイム中のスコットランドは日が長く、夏季は日没が10時を過ぎることもあります。その日、男性は友人と暑いキッチンでの仕事を終え、ケアンゴム山脈沿いのドライブへと向かいました。A9 号線を北へ20キロほど進み、カルバイン近くの丘で車を降りると、そこで彼らは異様な形の飛行体を目撃しました。それは巨大なひし形をしており、大きさは約30メートルあったそうです。低くうなるような音を立てながら、上空を浮遊していたといいます。しかし、戦闘機がやってきて周囲を旋回すると、UFO は垂直に上昇し、あっという間に空の彼方へと消えてしまったといいます。その間、10分ほどの出来事であったそうですが、男性は写真を6枚撮影することに成功したと言われています。撮影者はイギリス軍に写真を送付し、ネガをスコットランド大手の新聞社、デイリーレコードへと持ち込んだそうです。デイリーレコード社によると、彼らは記事を掲載するにあたって、国防総省 MOD へコメントを求めましたが、MOD からの回答はなく、逆に確認のため、ネガを含む全資料を提出するよう依頼があったといいます。
そこでデイリーレコード社はオリジナルを MOD へと送付しています。その後 MOD はデイリーレコード社へネガを返却したとコメントしていますが、デイリーレコード社は返却されていないとしており、両社の主張は食い違っています。そしてその後30年以上カルバイン UFO 写真の行方は分からなくなってしまいました。その間 MOD からの公表も一切なく、日の目を見ることなく封印されてきたのです。そして2022年、写真の所有者とされる退役軍人が公開に踏み切ったことで世間に知られることになったのです。 UFO と戦闘機が同時に写っていることの謎。 A 国立公文書館の元学芸員であり、大学講師の傍らジャーナリストとしても活動しているデビッド・クラーク博士は、もはや都市伝説と化していたカルバイン UFO の話から約13年もの月日をかけ写真の所在を突き止めた人物です。クラーク博士は元英空軍の将校であり、報道担当として MOD とメディアの調整をしていたクレイグ・リンゼイにたどり着き、幻の写真の公開を促すことに成功したのです。写真が公開されるや否や、瞬く間に世界中で注目を集めることとなったことをご存知の方も多いでしょう。ネット上では戦闘機が一緒に写っていることにも注目が集まっています。1990年といえば湾岸戦争が始まり、アメリカをはじめ各国が新兵器の開発に力を入れていた時期です。 UFO と戦闘機が一枚の写真に収められていることから、当時行われていた各国極秘プロジェクトとの関係性を示唆しているという見解です。当時イギリスでも戦闘機の攻撃戦術開発プロジェクトが行われていました。スコットランドの基地では第4飛行隊による飛行訓練が行われていたことから、彼らにスクランブルがかかった可能性も少なくはないでしょう。またアメリカでもオーロラと呼ばれる地球性 UFO を開発しているという噂がありましたが、クラーク博士はこの UFO の正体がそのオーロラであり、戦闘機は周囲を警護していた可能性も否定できないとしています。もちろんイギリス政府はカルバイン UFO について一切コメントは出していません。しかしところどころでカルバイン UFO を示す記録は残されていたのです。カルバイン UFO が目撃された翌月の1990年9月には軍部担当国務次官補への報告書に、菱形の飛行体について明確な結論は出ていない、その場所に針や戦闘機が出動した記録はないと記されていることから、早い段階でカルバイン UFO の情報を掴んでいたことは間違いないでしょう。また A 前国防省で20年以上 UFO 調査に従事してきたニック・ホープ氏も、政府はカルバイン UFO について把握しているはずだと断言しています。カルバインに現れた UFO が地球外生命体のものなのか、他国の極秘プロジェクトに属するものなのかは不明です。しかしホープ氏によると、国防省の中で公開を妨害する闇の力が働いていたことはまず間違いないということです。このように極めて謎の多いカルバイン事件ですが、クラーク博士の取材により新たな証言が報告され、思わぬ展開を見せています。証言は当時リチャード・グリーブ氏と一緒に働いていたホテルの従業員から得られたものです。事件から数日経ったある夜、グリーブ氏を含むホテルの従業員が休憩時間に談笑していた時、グリーブ氏ともう一人の同僚が UFO 事件のことを話し始めたそうです。その場にいたメンバーは面白半分にその目撃談を聞いていたといいます。話が盛り上がっていた頃、ホテルの駐車場に黒塗りの大型車が停車し、中から黒いスーツを着た二人の男が現れました。黒スーツの一人が目撃談を語る二人の料理人の名前を呼んで車に来るように命じ、残りの者は職場に戻されました。二人の料理人は事情聴取のために車まで連行されていったというのです。二人の料理人に何が起きたのか詳細は不明です。しかし次の日から二人の様子は明らかにそれまでとは違ったものになり、気さくな雑談をすることもなくなりました。そして事情聴取から数週間経った頃、二人同時にホテルを辞めています。職を辞した二人のその後の消息は全くわからず、まるで謎の失踪を遂げたようでしたが、二人のうちの一人はホテルを去る直前、あの日に目撃したものはアメリカ軍に関するものだとほのめかしたとされています。実在するメインブラック。当日車から降りてきた黒いスーツ姿の男たちは、
メインブラックを連想せずにはいられません。その存在は噂や都市伝説の域を超えるものではありませんが、多くの場合彼らは白いワイシャツ以外は上から下まで黒ずくめの姿で登場するとされています。その黒ずくめの服装からアメリカの超常現象研究家ジョン・キール氏は彼らのことをメインブラック、通称 MIB と呼んだのが世に知られるようになったきっかけとされています。ビュイックやキャデラックなど黒塗りの大型車に登場し、 UFO の目撃者や研究者のもとに2人あるいは3人で現れることが多いそうです。トミー・リー・ジョーンズとウィル・スミスが主演した映画で一躍有名になり、今では一般にも知られるようになりましたが、その存在を最初に公表したのはアメリカの UFO 研究家グレイ・バーカー氏で、彼は1956年の著書空飛ぶ円盤ミステリーにおいて同僚の研究家アルバート・ベンダー氏の奇妙な体験について述べています。ベンダー氏は国際空飛ぶ円盤調査局 IFSB という研究団体の会長で、バーカー氏もこの団体の会員でした。1953年9月、会長であるベンダー氏が研究団体に姿を現さなくなったことを不審に思った別の会員がベンダー氏に電話したところ、彼は UFO に対する関心をすっかり失った様子で次のように話したといいます。3人の男がやってきて UFO 研究について何も言うなと要求した。機関士のバックナンバーもすべて押収された。私は研究をやめる。これ以上話すことはできない。これを聞いたバーカー氏は10月4日ベンダー氏を訪ね、様々な質問をしています。3人の男がやってきた正確な日時やその正体も含め、ベンダー氏はほとんどの質問に答えられないと繰り返しましたが、いくつかの質問には簡潔に答えました。その内容をつなぎ合わせると、ベンダー氏が UFO の正体にたどり着き、真相をまとめたレポートをある知人に郵便で送った直後、3人の男がやってきたようです。彼らはなぜかベンダー氏が友人に送ったはずのレポートを持っており、その公表を強く制止したといいます。ベンダー氏はこれ以上 UFO の真相に近づくと自分の存在自体が危なくなると語ったそうです。 UFO 事件の後には必ず MIB が出没する。 MIB らしき存在の活動はベンダー氏の事例よりも以前から確認されています。1947年に発生したモーリー島事件での登場もよく知られています。モーリー島事件はワシントン州タコマのハロルド・ダールという人物がモーリー島近くのピュージェット河口で15歳の息子と飼い犬を連れて船に乗っていた時、頭上にリング型の飛行物体6機を目撃したというものです。この時1機の UFO が他の1機と衝突し、金属箔のような物体と黒い岩のようなものを落下させ、その落下物に触れて息子は怪我をし、犬は死亡するという事件に発展します。 MIB らしき人物が現れたのは事件の翌日でした。この日ダール氏は見知らぬ黒服の男から朝食に誘われ、目撃したことを話さないよう警告したといいます。バーカー氏によると、この事件以外にも黒服の男に脅されて研究をやめた研究者が何人もおり、しかも同じような奇妙な男たちがその後数多くの UFO 事件でも目撃されているということです。 MIB の報告は圧倒的にアメリカからのものが多いですが、フランスやイギリス、スウェーデン、イタリア、ルーマニアなど世界各地から同様の報告が寄せられており、日本でも目撃談が報告されています。作家でオカルト研究家の中山一郎氏はその著書で、 UFO 写真を撮った少年の家に黒ずくめの2人の男が突然現れ、少年の部屋を探索して去っていったという話など、いくつかの目撃談を紹介しています。情報公開の50年延長。情報公開法に基づき、カルバイン事件の関連資料は2021年に公開されるはずでした。しかしその直前になってイギリス政府は公開期限を50年延期し、2072年まで真相が公開されなくなってしまいました。これにより事件の背後にある隠された疑惑の存在がさらに大きくなっています。果たして今回クラーク博士が得た新たな証言は謎の解明の糸口となるのでしょうか。証言の通りアメリカ軍の関与があるとすると、真相の解明は容易ではないでしょう。しかし2072年の情報公開など待ちきれるものではありません。一刻も早く
世紀の写真の真相が明らかになることが望まれます。